沖縄普天間基地の移設問題で、岡田外務大臣は昨日、在日アメリカ軍のライス司令官と会談しました。アメリカ側は、すでに日米で合意したキャンプシュワブ沿岸部への移設以外は認められないという姿勢を崩しませんでした。会談には北沢防衛大臣とアメリカのルース大使も同席しました。岡田大臣は普天間基地を嘉手納基地へ統合することが実現可能かどうか質問しました。それに対しライス司令官は嘉手納への統合案を含めて過去に検討された案が採用されなかった理由を軍事的な運用の面から説明しました。その上でキャンプシュワブ沿岸部への移設が唯一実行可能な案であることを重ねて主張しました。会談は今日も続けられ、岡田大臣が検討する嘉手納統合案について、さらに意見交換が行われる見通しです。